こんにちは。やっほー。夜ね、私もねできないっていうか、やらないつもりだったんですけど、やろうって思いました。やばい、めっちゃ眠い今日。ごめんね。いいよ全然。こんばんは。今日はありがとうございました。こちらこそ。今日のしゃべり会はね、何話すか、おしゃべり会なんですけど、今日ね、やばい、なんか今日左目おかしいんですよね。なんか物が入ってるみたいな感じがする。でも何も入ってない。目バチコかな。はい、今日一連でした。一連でした。ちょっと疲れた。楽しかったね。めっちゃ楽しかったけど。おいで。お疲れ。おはよう。こんばんは。こんばんは。寝てた？起きてた。本当？ただちょっと眠たくて。あ、眠そう、めっちゃ。ちょっとね、急いでお風呂に入っていたので。あ、お風呂入ってたんか。シャワー浴びてきました。あ、シャワー浴びちゃって。セクシーシャワーでした。あ、セクシーシャワー浴びてきたんですね。あ、天使のくまちゃん、ありがとう。セクシーシャワーか。まだセクシーシャワー。セクシーシャワー。あー、そっか。私はセクシーシャワーまだ浴びれない。浴びれないです。うん、やだ、ダメです。浴びたら。いや、汗吸えてません。やだなんですよ。まだちょっと早いかな。そうなんです。はい。ちょっと。あ、スキャットさん、ありがとうございます。スキンケアをしながら。セクシー。セクシー配信を。わあ。ニキビできちゃったんだよな。やっぱセクシーだからじゃないですか。そう、セクシーだからニキビできちゃってるんです。でも私もここにできちゃったから、もしかしてセクシーデビュー。ここセクシーデビュー。あ、まだ早いですよ。あ、まだ早いか。セクシーアスリートなんです。ちゃんとめっちゃてっぺんにできてる。そう、これ映るかな、ギリギリ。あ、ちょっともう映らなくていいんじゃない。これ映、ギリギリ。あ、そうか、映さない方がいいわ。普通になんで映そうとしたんだろう。でもまあ全てをね、ファンの方に伝えようとしてるね、はい、セクシーカジちゃん。セクシーカジちゃん素敵。化粧水塗っちゃうんだから。もうね、いっぱい塗ってください。もう塗りまくって、そんな配信をやってます。はい、もうカジちゃん、いつから配信やってたの。え、ほんまにさっき始めたばっか。ほんまに5分前とか。カジ姉妹やってる。はい、過去ニキちゃん。あ、そうです、ね、アップアップガールズなの。ニキちゃんのカジシマヤです。カジちゃん、カジちゃまがお越し。はい、 YouTube もね、上がりました。 YouTube 上がった。全部上がったね。うん、上がった。早かった、うん、早かった、うん、やっぱカジちゃんのクマちゃんが好き。見て、今日クマちゃんなんだよ。え、伏線だ。クマちゃんだ。これはやばい。うさちゃんにしようかなと思ったけど。うさちゃんどうやってやるんだろう。ちょっと難しいな。はい、あ、カジちゃんのファンの方がカジシマさんこんばんはって言われてます。おら、こんばんは。こっちに来てください。いいけど。セクシーさんです。やばい、ちょっと眠すぎ。あ、ありがとう、銀色のタコさん。あや元気かって。どっちで言ってんの、間違ってる。うーん、あやは元気です。でもバック元気。カジちゃん、シラフっすか。
シャーフです。おー、ただちょっと眠たいんだね。エピスが眠そう。眠いかすな、ちょっとだけ。いっぱい寝てください。寝たいですが、配信来た後いっぱい寝て。あ、そう、一回あのお母さんと寝ようかな。寝てください、本当に。明日なんかあるんですか？ライブがちょっとあら、朝一なんですよ、なんと。あら、素晴らしい。あら、そうなんですよ。このメイクからあんまりウカ起こしてられないんですね。ウカさん、ウカさんだ。ウカリ番長にはウカリ番長になってダメですよ。そうなんですよ、気をつけて。そうなんですね。あれ、今日はちょっと記念日だったらしい、私の配信。2400日記念らしい、毎日配信が。まず何年それ？5年かな。めっちゃ毎日やってんだよ、なんか。5年合ってる？5年、5年4年か5年かな5年え5年そう、私なんか毎日やってたんだよね。え、5年？5年。アホなの私。いや、アホじゃない。いや、かしこですよ。いや、かしこですか？かしこですよ。やってたらこんな日付と今日記念日なんだ。え、ハッピーバースデー。そう、なんかすごい綺麗な仕様になってるなと思ってたんですけど。え、すっごい。え、5400日？多分2400日でした。5000いったら多分、あ、6年半だそうです。6年半。やばい。私のね、今はね、うん、今日待って、ね、なんかまだ140日とか。あ、うん、そっからだったから。まだベビーちゃん。いやいやいや、そこ一番ね大変な時期だから。まだクマちゃんベビーちゃんなんです。クマちゃんベイビーちゃん。私もあの6年半のクマちゃんベイビーちゃん。笑ったね。何笑ってんねん。あ、何笑ってんの。6年半のクマちゃんベイビー。そう、あ、そう、クマちゃんベイビーで。そうなんですよ。それはクマちゃんベイびーですね。そうなんですよ。うん、びっくりするでしょ。すごい、そんな日付が経ってましたね。プロ意識が本当にすごい、憧れます。暇だっただけですよ。いや、違います。全然暇だったんですね。違います。本当に最初は本当に暇だった。でも素晴らしいです。本当にお忙しくなったのに偉い。ありがとう。じゃあもっと頑張ろうっと。すごい嬉しいな。そう言って誰かが言ってくれるとさ、報われるよ。え、そのアップアップガールズ過去2期は、うん、そう、卒業とかあるんですか？あるある。あとね、もともと5人から始まって、追加入って7人になって、うん、1人辞めて、うん、で6人になって、加入して9人になって、うんうん、1人辞めて8人ずっとやってて、うんうん、7人になって、うんうん、5人。分かった、覚えた。今覚えてない。数字言ってみて。7人がいて、最初にブレブレ5人がでした。あ、じゃあ待って、いや5人がいて1人が辞めて。そう、辞めない、辞めてない。全然違う。まあまあまあ、そういうことよ。あ、待って、今日アットジャムやったの？そう、アットジャムしてきたの。アットジャム明日も？明日も。やばい、私横浜アリーナでシャワー浴びてきた。いや、それはセクシーシャワーだわ。セクシーシャワーでしょ。それがセクシーシャワーなんですね。ですよ。あ、じゃあ私はもう まだまだですわ。セクシーシャワー。セクシーシャワー。横浜アリーナ。ですよ。セクシーシャワーだわ。これは。みんなが騒いでる間にシャワーです。うわ、すごいセクシー。セクシーシャワー。こりゃセクシーシャワーだね。かっけえ。私も欲張りからシャワーちょっと聞いて。何？みんなかっこよくない。すみません、シャワーとかって借りれないですかね、無理ですかねって言って無理やり借りてきたっていう超恥ずかしいやつね。すいません、借りてもいいですか？あ、そう、ストーってか3人ぐらいに、え、すみませんって。え、でも私もいつもこの配信するときにいつもスタッフさん、すいません、ちょっと配信ってしてもいいですか？毎回初回みたいな顔して言って。そう、いつも初めて。そう、なんかまずおはようございます、おはようございます、すいません、ちょっと配信ってしても、あ、ありがとうございますっていつもこっち来てる。おもろすぎ、最高。いいね。
そう、いつも初見さんのいいねように、すいませんすいません、ちょっとみたいな、いいですかって言い詰めてる。今日 SK さんがいらっしゃったみたい。私あ全く会ったりとかしてないんですけど。そうなんや。 NGT は多分明日か明後日。え、マジ。うん、やったはず。明日か。いや、てか2期で出ていいよ逆に。モカちゃんはじゃあもう出ます。逆にモカちゃん2期で出ようよ。私さ、ちなつさん、うん、かわいい。あ、めっちゃみんなに言われてんの、あの人かわいい。いや、かちちゃんが一番可愛いよ。ありがとう。かちちゃんが一番可愛い。ありがとう。でも2番目に可愛かった、ちなつさん。そう、ちなつちゃん2番目に可愛かった。言っとく、めっちゃ言っとく。ちなつね、やっぱ人気が すごいかも。あのやっぱ共演する人みんな可愛いって言う、うん、でもかちちゃんが一番だよ。だよね、うん、ありがとう。危ねえ。一番可愛い、ね、言われたことなかったけど、もかちゃんなら言ってくるって思ってたから。かちちゃんが一番可愛い。そうだよね、ありがとう。うちも NGT ってさんで、うん、一番はもかちゃん。もかちゃんだよね。もかちゃんね、もかちゃん兵庫県出身の中で一番可愛いと思う。え、もかちゃん、もかちゃん、なんなら関西の中で一人、関西の中で、あ、関西の中でもみちゃん、もかちゃん、あ、え、日本の中、日本もかちゃん。うん、ありがとう。嬉しい。でもそうだね、あの宇宙の中でカジちゃんが一番可愛い。あ、本当、うん、ありがとう。宇宙だと多分いっぱい宇宙人とかいるから、うん、もかちゃんかどうかはちょっと分かんない。いや、でも私結構宇宙旅行とか行ったことあるんですけど。あ、そうなんだ。はい、あの結構いろんな方と今までお会いしてきた中でカジちゃんが一番可愛い。あ、それで宇宙が一番可愛い。うん、めちゃくちゃ嬉しい。本当に宇宙だったんだ。いや、うん、やっぱそうなんだ。え、だから紹介もしといて。紹介もしといた。うん、あの梶島彩っていう子がいるんですけど、あのグループが、うん、アップアップガールズ過去2期で、本当にあのすごいね、可愛くて面白くて、めちゃくちゃ言っといた。マジ、うん、うちはもう宇宙行ったことあるんですよ。あ、ね、あの、うん、ももかちゃんの名前がね一言も出なかった。あれ出なかった。ももちゃんはいっぱい出た、あのホワイトスコープ。うん、ももかちゃん、ももかちゃんが出なかった。あ、出なかった。あれ、なんだろうね。あ、でもなんか結構宇宙系は悪い。あ、宇宙兵庫系いいんだ。うん、結構私宇宙系悪くって、宇宙はダメなんだ。なんか地球系は結構いいんですけど。そうか、地球だったんだ。その宇宙系が本当に悪い顔してて、ええー、なんかやっぱ丸顔がダメみたいで。いや、全然丸顔じゃない。丸顔じゃない、うん、私結構丸顔なんですけど、丸顔が良くない。 あ、だって個人的に勝島さん美女面だと思う。え、誰が言う。エビさん。あ、それは絶対私のファンです。もう教育がね、なってますよ。うん、素晴らしいの。いや、でも本当に思ってるんだと思いますよ。本当に、ね、多分心の底から思ってくれてるんだろうな。いいファンですよ。優しいですね。私も今日おしゃべり会だったんですけれども、もうね、もうみんなが褒めてくれるんです。ももかちゃんはもう一番。ももかちゃん偉い。ももかちゃん賢い、面白い、うん、そうって言ってて、優しい、ね、優しい、偉いな、うん、優しい、本当に優しい。優しいよね。私もそう言って言われて優しいなと思っちゃう。グループで超面白い人。褒めてくれてる。ありがとうございます。感謝です。もぐもぐしてます。あ、健康的。うん、健康的ですね。食べる。食べて、ね。食べてないんじゃない？食べた。4食目。4食目。私もね、さっきね、あのこっち向かうときに、あのブルガリアのアイスを。ブルガリアなんだ、限定の、はい、美味しかった。いいね、最高だ。めっちゃ美味しかった。いいっすね。でも溶けてましたね。そっか、アイスだもんね。ヨーグルトじゃないんだもんね、はい、ブルガリアでも溶けました、アイス。アイス、やばい、なんかめっちゃ左目がおかしい今日。辛いね。なんかできもんできそう。ものから始まるやつ。うん、もらい、もらいだ、うん、辛い。もらっちゃったのかな、ものを。もらっちゃったんだ多分。
そう。明日バットジャムは来ないってことだよね。セクシーシャワー浴びれない。まあ、セクシーシャワー浴びれない。浴びたかった。そう、浴びれないんです。なんか、もかちゃんは明日は劇場とかにいるの？明日はね、うん、明日何もない。そう、レッスンがあったんだけど最初なくなった。そうなの、だから明日はゆっくりします。ゆっくりして本当。うん、もうお腹出して寝る。わざわざ出さなくていいよ。いや、出したい。おへそは、さたぬきさんなんです私。ほんぽこ系だ。やだ、なんかもかちゃんお腹とか出して寝てたらダメな気がする。なんで？私おへそ可愛いの。あ、じゃあいいか。そう、おへそ可愛いんです。じゃあいいか。おへそ超可愛いんです。ちょっと ね、深いんです。いいね。デベストじゃないんです。深めなの。ちょっとだけ深い。何が入ってんの？ってこれ見てみて。何も入ってない。ああ、綺麗なんだ。入ってないんです。じゃあ誰か一回数珠とか入れてみたら。真珠とか。分かった、あの最なんか小銭とか入れてみる。デカめだ、デカいよ。あの結構縦目なので、うん、結構入れれそうかな、うん、って思いますね、うん、おい、じゃあ俺は終わっちゃうの。まだ15分経ってない、すぐ寝に行っちゃうよ。私は寝てやばいぞ。私はギリギリまでやります。そうだね、もかちゃんまでやるっていうから南に行こう。かいちゃんちょっと休憩しないとちょっとやばい。そうだよ、いっぱい休憩して。ちょっとね、さすがに弱音は入ってしまった、恥ずかしい、うん、いや恥ずかしがらなくていい。申し訳ないです。ちょっと寝て寝て、うん、ちょっと怖くてね、明日が震えちゃう。もうお腹出して寝て。わかった、お腹出して寝る。こういう感じで毎日配信をやってますが、ギリギリで生きてます。こういう時もあります。ギリギリでいいんです、本当に。こういう時もたまにある。お疲れ様。ラジオ中は寝てたら起こします。起こしてください。ちょっとこら、何寝てんだ。今バレるやつ。ねえねえ、起きてって言ってくれるのかと思ったら、いやこら、何寝てんだ。めちゃめちゃ怒られるじゃん。もかちゃん一瞬でバレるわ。私全然協力してくれない。じゃあもうちゃんちゃんってする。ちゃんちゃん。あ、でもね、私思った、ももかちゃん隣じゃないや。なんで？あ、絶対トップやん。逆サイドよ。トップやん今日。そう、私ちょっと頭もあるから。え、今日トップやん。大丈夫そう？ちょっとなんとか。私まだトップ取ったことないけど。うん、なんでよ。それも大丈夫そう？ももかちゃんでも引くやつでも当たってないってことだよ、うん、やばい、本当に。なんか運が悪いというか、もう何も持っていない。ちょっともかちゃんがトップ取りたいっていうことを言いたいな、トップになったら。トップ なかなかなれないんですよ。トップ、ゴールさんとかも、うん、なんか早くトップ取りなよ。だからさ、ももかちゃんのそのバラエティ的な立ち位置としてさ、取るのも大変な人いるじゃん。だから人よりも難易度が高いから、なんかこう無理しないで頑張ってねって。はい、全然無理してないよ、うん、逆にね、逆になんかなんならもうトップを取らずに、うん、逆にいないんじゃない、トップ取らなかった人っているのかな。ちょっと分かんないけど、なんか面白くない、まださ解禁っていうか休んだことないプラス、うん、トップ取ったことない、いなそう、いなさそう、珍しいタイプの。ちょっともかちゃんには本当に最後まで走ってほしいなっていう。走ります。バトンを渡されました。応援してます。密かにももかちゃんずっと勝手に応援してる。やった、嬉しい。また新潟来てね。え、一回も来てないよ私。え、コメント読んだの今。違う、あ、そうだ、うん、あれ、あのね、関西人っていつか来てねの、いつかはまたって言っちゃうね。あ、そういうこと。そうだから、もかそう今言った後に、あ、伝わらへんかもって思った。
したいやめっちゃ生粋の千葉県民の、うん、なんかあのかメンバーもなんか、うん、エマ大工って言ったら、うん、いつ行ったっけって言うからやっぱやっちゃったと思って、うん、あそっかと思ってやばいそうまたって言っちゃうそうなんかいつも、うん、えまた来てとか言うけど、うん、行ったことないよって うちが典型的な何だろう 100% の返しで返しちゃったよねそのいや帰ってくるだろうなって思われる 100% で返しちゃったええんですあそうももかちゃんと喋ってますということでももかちゃんちょっとまだ配信続くということで最初はここで、うん、失礼しますバイバイ以上ですバイバイありがとうバイバイThank you. もういっぱい寝てください。ありがとう。うん。頑張ってね配信。うん。もう私もゆったりしてるだけだから。よいしょ。じゃあちょっと睡魔が襲ってきた。うん。ちょっと顔色悪くない？大丈夫？あどうだろう。でも大丈夫。いっぱい寝て。もう本当にやばかったらうえーって言うから分かったうえーって言ってくれたら袋持ってくるからうえーって言うたらうんバイバイ梶ちゃんが言っちゃったよしいやありがとう来てくれてまた来てねあと5分ぐらいかなありがとうございます嬉しいそうカジちゃんが18日ももちゃんにあるおやったありがとう待ってるね天使がよかったえほんま嬉しい大変な時ぐらいあーじゃあよっぽどしんどかったんだ結婚してありがとういいよこんばんはよっぽど忙しいんだよめっちゃ見たい早来月になれえ来てくれるんですか東京に言ってたね来てねこんばんは梶島さんの部屋から来たったやった嬉しい西方さんのワンピースを寝すぎててえそうでもね結構ね体のラインが見えるのでねちょっと私は胃がめっちゃ胃と下っ腹が出てて恥ずかしかったももちゃん多分忘れてそううん多分ちょっと忘れちゃうかもしれない天使やかましかったすいませんいつも元気もらってんのいつかお会いしに行きますね待ってるねありがとうこんばんはあの NST 祭りね本当に来てくださいね NST 祭り楽しみにしててくださいいつやっけ28ハートありがとう絶対忘れてるなうん多分忘れちゃってるかもねうんごめんなさい名乗ってくださいお願いします金のハートありがとうございます天使そうナギに借りましたなんかねナギがなんかみんな借りてたからえ私も借りていいってえ全然いいよタイムテーブル早い確かに何時なんやろそれもんかも分からへんかも忘れてるかもしれんか名乗るわ名乗らどっちやねんどんぶらこ4期生のデビューかな4期生のデビューあ確かになんか人前にね立つ人前立つっていうか結構ないから4期生として楽しみ NST 祭り行きますどうにかしてえどうにかしてこんばんはこんばんはなぎちゃん違うだえ違うでなぎうわもうなぎ悪いそういうの悪いよなぎちゃんなんかちゃんと予約しとってんでなんかなぎが8部はいろんな被り物するから天使使わないって言ってたからえ天使貸してって言ったらえ全然いいよって言われて借りたなんか聞こえたこんばんは銀のハートありがとう4期生もちろんネタでしょ
ネタでも誤解する人はいるからね。そうでもね、優しい、貸してくれて嬉しかった。だから今度ナギに何か貸してあげる。銀のだるまありがとう。ももくま、そうくま、ちょっと疲れた。いや、なんなん可愛いの、なんなん可愛くないやろ。こんばんは。あ、待って、イヤリング外す忘れてた。音で外そう。やばい、これ絶対左目なんかある。めっちゃなんか気持ち悪い。新潟のおかんももちゃん10枚追加しました。ほんまに待ってるで。なんこれで来んかったら怒ります。でも20枚え、嘘、嬉しい、ありがとう。何の部やろ、パジャマかな。可愛くてやばい。え、イライラしちゃれちゃった。なぎちゃんとおしゃべり会でネタにされるももちゃん。じゃあもうなぎのこともネタにしよう。プププププププ今日のももかちゃんはすごく大人っぽく見えた。そう、今日のももかちゃんはね、服装がね、両方の全部の部がね、服装、体のラインとか肩とか出してるからね、多分もしかしたらデコ出しもしてたし大人っぽく見えてたのかな。まあ次のね、東京の部では幼稚園児の格好をするのでまた一気に子供に戻ります。待っててね、待ってる、ありがとう。おしゃべり会ありがとう。こちらこそまた来てね。あ、そう、今日おしゃべり会でちっちゃい女の子、元気だとこ出てるとこじゃん、おめでとう。嬉しい、来てくれたらよかったのに。忙しいのか、見てる分にまだ目は開いてないけど、うん、でもなんか違和感がある。今日おしゃべり会でちっちゃい女の子が来てくれて、なんでそんなに声、ももかちゃんって声が大きいんですかって言われて、かわいいってなった。あとね、夫婦、ご夫婦さんも来てくださって、夫婦できましたって、若いご夫婦さん、嬉しい。え、夫婦でって言って、もうね、めっちゃかわいい。なんかね、列でありがたいことに列並んでいただいてて、なんかね、一人だけちっちゃい子がいて、なんか女の子がで、ん、待って、なんかちっちゃい子いないと思いながら、こうやっては、こうやって戻る、入り口に戻るたびに思ってて、んと思って、その子の番が来たら、ももかちゃんって言われて、かわいい、かわいすぎる、来てくれたの。めっちゃしゃがんだ。そう、でもなんか今日初めましての方がめっちゃ多かった気がする。そう、ありがとうございます。はじめまして、奥村桃香です。あ、そう、当日券もね、来てくださいました。元気な声を元気な声を聞きに来ましたって。でもね、めっちゃうるさかったみたい。なんかね、でも今日はね、スタッフさんに注意されませんでした。もう多分うるさいのは多分諦めたと思います。諦めたというか、もうね、私にちょっと静かにしてって言っても多分ならなくて、私が本当になんか静かにしようと思うんですけど、そう、逆サイドまで聞こえてた。ほんま？本気？私まで聞こえ、そうなんや。じゃあ終わろっかな。13位朝地さん、ありがとうございます。12位ケンジさんかな、ケンジですさん、ありがとうございます。11位未来さん、ありがとうございます。10位直行さん、ありがとうございます。10位、あ、直行さん、あ、言ったか。9位アルファさん、ありがとうございます。8位卓蔵さん、ありがとうございます。7位流星さん、ありがとうございます。6位タケルンさん、ありがとうございます。5位キョルちゃんさん、ありがとうございます。4位グリーンティーさん、ありがとうございます。3位ぴょんぴょこぴょんさん、ありがとうございます。2位スキャットさん、ありがとうございます。1位 F ケンさん、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。私は今からちょっと打ち合わせの後にしないといけない
ご予定がありますので、今日は寝ずにラジオに挑みたいと思います。頑張ります。じゃあ、こちゃん、よかったら聞いてください。バイバーイ。こちらこそ。ありがとう。あ、そうだ。待って、言うの忘れた。明日、お礼配信します。多分時間は10時ぐらいです。なので、お礼配信するのでよかったら見てください。バイバーイ。じゃあ切ります。